もしもしお母さん。え、来週の日曜愛知に？ちょっと待って、そんなに急に来るって言われても。私デラの片岡和沙、アイドルとして頑張るために実家から愛知に出てきたんだけど、毎日忙しくて愛知の観光にはあんまり詳しくないんだよね。どこかに連れて行ってあげたいけど、なんかいいところあったかな。じゃんじゃじゃーん、愛知のことなら何でも知ってる愛ちゃんです。カズサちゃん知らないの？今愛知は観光が熱いんだよ。え、そうなの？愛知の観光が熱いってどういう意味？愛知県は2015年に愛知観光元年を宣言して、観光にすごく力を入れているんだ。愛知観光元年？自然や歴史、グルメなど魅力がたくさんある愛知。でもまだまだその可能性を生かしきれていないのが現状。そこで改めて愛知観光元年を宣言して、たくさんの愛知の魅力を PR することで、もっと多くの観光客に来てもらおうとしているんだ。なるほど、確かに愛知って日本のど真ん中だし、新幹線、高速道路、空港もあって遊びに行くにはうってつけだよね。そうそう、しかも愛知の観光は日本だけじゃなくって世界にも羽ばたいているんだ。え、世界に？知事がインドネシア、シンガポールなどに訪れ、海外でのプロモーションを行うことで愛知を世界に PR しているよ。すごい。よし、決まり。今日はそんな愛知の観光を見に行こう。え？すごい人だかり。ん？あれは？武将隊？全国の武将隊や甲冑をテーマに活動する団体が大集結したんだ。これは東海合戦ワールド2015の様子だよ。迫力満点だね。でもどうして愛知に？小勢だからといって対決を。愛知県はね、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康など多くの戦国武将を輩出している武将のふるさとなんだ。武将隊のステージ演舞はもちろん、大武者行列、関ヶ原の戦いの再現劇など、戦国時代にタイムスリップしたかのような気分になれるでしょ。他にも火縄銃や鷹狩りの実演など、戦国のロマンを感じるイベントが盛りだくさん。皆の者、ぜひ愛知に観光に参れ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産は。ん？次はどこ？ここは愛知の出汁祭りのイベント会場だよ。あ、あれは？あれはからくり人形。他にもお囃子など愛知の伝統芸能を子供たちが受け継いでいる。知ってた？愛知にはいろいろな出汁祭り行事があって、歴史的な街並みを舞台に繰り広げられる祭礼は多くの観光客を集めているよ。さあ次はこっち。わあ、綺麗な景色。ここは伊良湖菜の花ガーデン。1月頃から3月頃まで菜の花でいっぱいになるんだ。このような豊富な自然も立派な愛知の観光資源なんだ。春には桜や菜の花、
夏には新緑、秋には紅葉が楽しめて、一年を通していろんな自然と触れ合えるよ。うんうん、次は紅葉の時期に連れてきてよね、愛ちゃん。いやー、愛知の魅力たくさん発見しちゃったね。これで観光案内バッチリだ。そろそろお腹が空いてきたみたいだね。うん、じゃあ次はこっち。え？わあ、美味しそう。大須観音からすぐの菓子どころ虎丸、これが名物のパンドラだよ。うん、おいしい。生地に愛知県産の小麦粉、蜂蜜、卵を使っているこのパンドラは、名古屋の飲食店が開発した新名古屋飯を競うコンテストでなんと第1位に輝いたんだ。名古屋飯といえばひつまぶし、味噌煮込みうどん、手羽先とかの印象があるけど、新しい名古屋飯も増えてきているんだね。そうそう、グルメも観光資源の一つってこと。こってりした名古屋飯の他にも、愛知にはがまごりうどんなど美味しいグルメがたくさん。地元グルメがどんどん盛り上がっていくといいね。どうだった？愛知の観光。こんなに愛知に観光資源が多かったなんてびっくり。家族みんなで楽しめる観光地がいっぱいだね。でしょでしょ。もっともっと多くの人に愛知の魅力を知ってもらいたいよね。そのためにも愛知に住むかずさちゃんたちが県内各地に出かけ、発見し感動して、その魅力を他の人たちに伝えていくことも大切なんだよ。なるほど、私たち自身も観光を PR できるってことだね。そうだ、早速お母さんとどこ行くか相談してみよっと。今回紹介した愛知の観光はほんの一部。他にも愛知には魅力的な観光資源がたくさん。ぜひ遊びに来てね。もしもし、お母さん。